お待たせしてごめんなさいですわ。さとこちゃん、監督から聞いたよ。入院して様子を見た方がいいって言われたのに断ったって。私は全然平気ですのよ。わかった、診療所に一人でお泊まりするのが怖かったんでしょう。さとこは僕と一緒でないと眠れない体になってしまったのですよ。どういうことなのかな、かな。それはですね、お待ちなさい。黙って聞いてたら人を何だと思ってるんですな。こんな当たり前の風景がもう取り戻せないかもしれないって思ってた。そうだな、でも取り戻したぜ俺たちでな。さあ今年はケイちゃんにシオンもいるから綿流し祭六強爆投になるね。あら、いいんですか、私は容赦しませんよ。なんだかわからないが望むところだ。じゃあ今日の部活は全力で楽しんだ人が勝者、それでいい？ああ。お、さとこちゃん、心配したけどもう平気なのかい？困ったことがあったら何でも言うんだよ。前腹の坊主もよくやったな。